それでは量子化制御について、その研究のアウトラインを紹介したいと思います。データ圧縮が必要な系やオンオフ制御など、入力が離散値しか取れないような系を扱う際に、量子化制御を行えばうまく制御することができます。で具体的に離散値の入力しか印果できないような系の例を示しています。 例えば、空気圧アクチュエーターのような、電磁弁の開閉によるオンオフ制御を行うようなケースが一つ挙げられます。さらに、低分解能の DNA によって制御を行うようなケースや、通信に制約があり、ネットワークを介して制御するときに、値を離散化して送らなければならないようなケースがあります。そのような場合、本来連続値として制御指令を送りたいところを、 理算的な飛び飛びな値しか送ることができないといったことになりますそのようなケースでの有効な制御手法の一つとしてデルタシグマ変調器を用いた例を示したいと思いますデルタシグマは信号をうまく理算化してそれを復元した結果音の信号の性質を保存するという役割を示していますここで この黒い枠で囲っているものが入力あり、こちらでデジタル化された信号が送信される。さらにローバスフィルターを介して出力を得るといった構成になっており、本来であればこの入力と出力が等しいというのが望ましい結果ということになっています。で例えば入力としてこのような連続時間計、 の信号が与えられて、値は連続値を取っています。で、これに対して、量子化器を含むような形を通してやった結果、1とマイナス1に1しか取っていないという、こういう結果が得られます。これに対して、ローバスフィルターを通すことによって、出力としてこのような波形が得られる。で、ここでデルタシグマ変調器は、量子化器とフィルター、 からなっています。このフィルターはそのパラメータを変更することによってこの量子化デルタシグマ変調器の全体の特性が変わってきます。そしてこのデルタシグマ変調器を周波数領域で考えてみるとこちらの元の信号にこのような高周波で大きな成分を持つような雑音を付加しているような形で見ることができます。 でこれにおいてデジタル化された信号をさらにローパスフィルターを通してやることによってこの雑音成分を除去することによって出力が得られ入力と出力が等しいえ近しい形に持っていくことができますここでローパスフィルターで雑音をカットしますがこれはあくまで入力誘引の信号が歪まない範囲で設定する必要があります そして量子化制御においてはこのアウトプットを用いて制御したい制御対象というのが分かっている場合その場合には制御対象の特性に基づいてこのフィルターやデルタシグマ変調器のパラメータに相当するものを設計することができそれによって有効な制御ができるということが分かっています。で量子化制御に関する書籍文献の紹介です。 このハイブリッドシステムの制御という、東工大の井村先生ほかが、えー、と書かれている教科書の中には、量子化制御に関する説明等がされています。また、信号処理分野におけるデルタシグマ変調器に関する書籍も量子化制御を学ぶ上では有用と考えます。ここで J ステージという国が運営している、えっ、ー、と、 サイトがありますがこちらでも、えー、と多くの論文や解説記事を無料で閲覧することができます。s ステージは日本最大級の科学技術情報プラットフォームとでその中でも、まあ、記事をいろいろ検索してあると量子化制御の、えー、と研究や解説記事を見つけることができます。例えば名古屋大学の東先生の、えー、記事で 量子化信号による制御というものがあります。また、私と半大の南先生の協調の記事で、デルタシグマ変調器に関するものも書いています。これらが参考になるかと思います。以上で、量子化制御に関する紹介が終わり、終わりたいと思います。